カマルグは、イギリスの自動車メーカーであるロールスロイスが1975年から1986年まで生産した大型高級2ドアクーペである。1982年仕切りや1975年3月に発表されたカマルグは、すでに存在していたロールスロイスのパーソナルカー、高シュのさらに上に位置するパーソナルクーペとして登場した。外観デザインは、 イタリアのカロッツェリアピニンファリーナ所属であったカーデザイナーのパオロ・マルティンによる。そのためカマルグは第二次世界大戦後のシリーズ生産者として初めてロールスロイスが社外にデザインを委託したモデルとなる。名称の由来は南フランスのカマルグ。原型はベントレーディー1をベースにピニンファリーナが製造し1968年の ロンドンショーに出展されたベントレーティー1クーペである。当時、開発中のカマルグに関しロールスロイスはピニファリーナに接近しており、カマルグのデザイン委託はこのモデルがきっかけとなったとされる。ただし、実際のカマルグ生産者とは、スタイリングの共通点はほとんどない。ロールスロイスからピニファリーナに出されたデザイン要件は、威厳に満ち、古くならないことであった。 車体のベースは、シルバーシャドウ及びコーニッシュである。しかし、コーニッシュとは異なり、オープンモデルはなくにドアクーペのみである。ただし外部コーチビルダーにより、ドロップヘッドクーペに改造されたものが若干数、存在する。仮想は、コーニッシュ同様に、ミュリナーパークウォードが言ったが、コーニッシュのさらに上に位置するだけに、その偽装には、最大限の配慮が払われたという。 初めてメートル法で設計されたロールスロイスの車種である。パルテノン神殿を模した伝統のフロントグリルは4度前方に傾斜している。1986年まで11年間、合計525台が生産された。なお、それに加えて1台が1985年にベントレーカマルグとして生産された。販売当時、 ファントム6を除くと同社ラインナップ内で最も高価格のトップモデルであり、なおかつデビュー当時は世界で最も高価な市販乗用車でもあった。ファントム6はあくまで特別生産車であり、カマルグはショールームで買うことのできる世界一高額な車とされた。イギリスでは税込29,250ポンドでジャガー XJ6 が5台買える価格であった。 アメリカ合衆国では、当時14万7千ドルで販売された。日本でも当時の輸入代理店コーンズによって販売され、1985年の価格は4800万円であった。百八十二年式内装、V 型8機等、フの内径 504.1mm、工程リメートルで6 7 4 7七 c c 圧縮比点三の、 水冷エンジン、コラムシフトのゼネラルモーターズ製、ターボハイドラマティック3速 AT、車高調整機能を備えた四輪独立喧嘩など、機構的には、シルバーシャドウや高シ種と共通である。ただし4バレルキャブレターや無接点式点火装置などの採用により、エンジン出力は8から10%ほど向上しているという。フロアユニットも流用しているが、 前後トレッドが拡大されていることから、全幅もより広げられており、1920mm となる。最初の65台には、スキナーズユニオン製、ツインキャブレター、その後の471台は、ソレックス製キャブレターを用いた。1977年2月には、シルバーシャドウが2に発展したことを受け、そのパワーステアリングが、ラックピニオン式に変更され、 高速安定性が改善した。1979年にはリアサスペンションがシャドウの後継モデルであるシルバースピリットのものに変更された。外国車ガイドブックによれば1984年版からボッシュ系ジェトロニックとなり圧縮比が8.0に向上している。内装や装備は当時考え得る最上級のものであった。カーステレオはボッシュ製の AM。 FM ラジオとパイオニアのカートリッジプレイヤーが標準装備された。パワーウィンドウはもちろんのこと、前席シートにはポジション調整だけでなく、後席に乗り降りする際のバックレストリリースにもパワー式が採用された。2レベル式のカーエアコンシステムも当時の最先端でフルオートかつ左右独立の温度調整が可能であった。このエアコンは後にコーニッシュや シルバーシャトー2、ベントレー T2 などにも順次採用された。タイヤサイズは235、70HR15。日本仕様は、触媒方式で、昭和51年自動車排出ガス規制に適行している。運輸省形式は CSR2。原型となるベントレー T1 クーペ。ありがとうございます。